民出身の忍び、天人坊来慶、天人坊来慶、別名弁慶無双は江戸時代前期に活動した民出身の忍者、大捨て流始祖の剣王丸目長吉の弟子となった来慶は、忍術にその才能を発揮した大捨て流忍術指導の総帥となった。また肥後相良家に属した彼は、有瀬劇を助けてジャンク戦を建造、相良家の忍者集団、相良忍軍の使用者だったとされる。